今回は、普段ねちょっと尖ったことをやっていないということで4人で、バトロワガチマッチ、ビリになったやつがめちゃめちゃ課金しなきゃいけないという罰ゲームをちょっとしようじゃないかという企画でございます。よろしくお願いします。尖ってんなー。で、めちゃめちゃってなんで表現したかっていうと、いくら課金するかもまだ現時点では決まってません。この動画が上がってから24時間以内にそのビリになったやつの伸びた登録者数かける100円課金してもらいます。100円っすか。100円1万人伸びたら100万バカでしょそれ。真人の広告収益2日分っすよ2日ただまだただき、2日ただまだただき。真人の2日はサヨドラの2年だからいやいや無理だよそれは。もう2人いるんでね。まだそうだよ、2人は逆に負ける確率の2倍ですからね。まあそうだね。まあでも別に俺が負けなきゃいいからなんでもいい。まだ収入もな、俺らの2倍あるもんな。真人の5倍5倍ですよね。5倍ですとか小声で言ってる5倍。もうじゃあお茶さんでいいじゃんってなるそれ。確かに。いや、マシちゃんなんかどうせ課金すんじゃん。うちのピーポーだから課金しないで。最近最近ガチャ引いてねえからな。それ嘘だよ。最近のポヤコードはつまんなくて課金する価値のないゲームだって裏で言ってるじゃん。いやいやしたくてめちゃめちゃひどいこと言うな。このアップでクソだな、課金する価値ないぞって。愛っす、愛。課金は愛だよな。俺とマヒキなんか毎回めっちゃ課金してるもんな、アブデのために。いやいや、おばさん嘘でしょ。おばさん、あなたあなたは嘘です。あなたは嘘です。本気でいこう、本気で。これはマジで怖いんだけど、これ角別されてたらマジで縁切るよ。いつのガチですか。あの、新しいやつですか。じゃあいや、まあまあ、この動画が上がってからじゃあ1週間以内にしましょう。バッツ分かりました。いつ上がんのってなんのもなんかみんなに申し訳ないんで、まず間違いなく2000人は増えると思いますよ。マジっすか。超悪く見せて2000人増えたらだって20万円じゃないですか。マジでやだな。でも2000人も登録者増えるんですよ。いや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 、20万の重み考えてください。アップで何回分だと思うんですか。いや、あんなわけわかんない衣装とかにさ3万とか5万とかいつも突っ込んでんだから、痛くも痒くもないでしょあなたは。マジちゃんの総額いくら課金。でも結構やばいですけど、僕は痛みながら愛をこういうことに伝えてるんですけど、やっぱ皆さんその分貯蓄してるじゃないですか。溜まってるんでしょ絶対使ってない分。めっちゃ言うな、ね、本当お金の話嫌いだわ俺。汚い野郎だな。汚い大人やで。いやいや、ほんま最近そうなんですよ、金と女の話しかしなくなっちゃったんですよ。変わっちゃったな。変わっちゃったなお前。なんかお気に入りのセフレの女の子に彼女ができたから死にたいとか言ってましたもんこの間。この間僕も会った時だって、女アテンドしてくださいよって言われましたよ。カタカナうぜえ。どこいんだよマジで。本当だよ、これ適当に喋ってて殺されたらマジ泣くぞって。車乗んの怖えな。マジでよ、やだわ。こんなたかが一試合に賞金戦大会と一緒っすからねこれ。確かに。てかビリってことはもう開幕死んだら終わりじゃん。だって死んじゃったらもう動画の絵面もないし。確かに。課金もしないといけないし。緊張感あるようにルーレット回します。ルーレット。4位になった人が一番当選確率が高い、当たる面積の多いルーレットを作って、4321ってどんどん当たる確率が割合が下がっていくんですよ。1位になれば例えば 10%、 2位だったら 20%、 3位だったら 30%、 4位だったら 20%。 それいいな、それにしましょう。そうで試合終わってルーレット回して当たったやつがドボン。いやーマジそれめっちゃいいな。じゃあ俺もちょっとしていけるわ。天才ギャンブラーだねみんな。天才俺はほんと天才。一気になんかこの試合楽しめるようになりました。攻めれるわ攻めれるわ。ちょっと待って、今車乗ってたの誰。で、ね、何色の車っすか。いやわかんないっす、近いっす俺めっちゃ。だから反応があったんすか。反応があった今。これ怖っマジで。マジで誰だよ。ああ怖えよ。怖え。怖え。尖ってるよこれ。この緊張感エイム震えますからね多分。うん、絶対そうっすね。やっぱ大会で結果出すやつらすごいんだな。いやあなた。確かに。あなた。しかも額が無限大ってのがやばいね。確かに。いくらいくか想像もつかないですね。100万とかなったらどうしたらいいんだ。消えるよ。それはもうこの業界からマジできつい。それはもうあの YouTube でいつも CM 流れてるじゃん、初めてのって。あこむあこむって。動画の企画でお金借りるのか。
アコムでいくら借りられるか試してみた。うわあ、しかもなんでそこなんだよ。マジかー。照り汗出てきた。ねえ、やばいやばいやばい。嘘くせえなー。いやいうことは全部嘘くせえんだよ。なんで。俺今ちょっと面白いことしてみたんすよ。なんすかなんすか。銃声鳴らしたけど誰もリアクション取んなかったんすよ。え、そう、ちょっと賭けに出てみたんすけど、俺の周りじゃ誰もいないんですね。この緊張感だったらやっぱみんなうーって言っちゃうと思うんですよね。あ、今言うだろうな、今自然。いや、確かに確かに確かに。銃声って絶対なるはずなんで。確かに俺は堂々と嫁りますわ。マジで怖いな。お母さん、お母さん。ママえ、ビってんすかみんな。ビビってるよ。ビビらないんすか逆に。やばいこと言っていいすか。はい、俺ちょっと最強になっちゃいました。あ、物資漁ったんじゃないですか。あの、今俺 AWM のサープです。マジ？うわ、それはやばい。楽しいですか自分だけ。自分だけそんなに楽しいですか。先生どうぞやりましょうよ。それかかってもいいですか。おお。いや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 、ケアパケを取るっていうリスクをね、取ったんですよ。実況者としてやっぱ盛り上げなきゃなって。いや超怖い。え、なんでこんだけ狭いのに映んないの。いやマジで。ああ、いた。え、俺な気がする。それ俺だな。ほんと、あいた。怖い。やべ。よっしゃ。あ、うわ、お茶カット。一番弱い人、これ決まりましたね。決まっちゃいましたね。そこかー。でもあの銃声で撃ってこないってことは多分ね、エイダさんとマヒ同じ側にいるよ。俺大体マヒ君どこにいるかなんとなく今把握してる。どうせ六角に一人隠れてんだろ。絶対そうでしょ。六角に一人持ってるよね。これこれこれマニ、これマニ。いやーよーしよーし。くっそ、マヒ 1v1 ですよ。SR でやりましょう。いやー、 SR っすか。うん、いやいや、 AWM と全然性能が違いすぎるんで。才能も性能も違いますよね、僕と君じゃ。いつか自分勝利。え、どこ。なんで。マジかよ。なんでそっちから。やった。ビビってビビり散らかして一発も弾打たないのが一番悔しい。いや俺も。よー、どうですか皆さん。いや待って、いや思ったよりでかいね 40%。 さ、いや、あのね、30がでけえ。皆さんいいですか、心の準備は。いきますよ。 OK です。一発勝負、出た人が罰ゲームです。引きます。お願いします。うわー、うわー、マジで怖え。これ音楽怖すぎ。やばい。頼む。お、いやでも、いや、よっしゃだ俺は。よかった。エイタさん今どんな気持ちですか。喋れね。うわー、えぐいこれ。まあでも、まあ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 、でもあれですよ、あれですよ、チャンネル登録増えるならありがとうだよ、こんなん。ありがとう。いや、うらやましいな、登録者増えんの。エイタさんありがとう。いいな、いいな。お茶さんじゃなくて、これエイタさんの完全自腹っすからね。エイタさんありがとう。5人ぐらいでいい。5人ぐらいでいい。ではね、最後に企画の再確認ということで、今回の企画は、この動画が上がってから24時間以内にエイタさんということで、さよならのメインチャンネルですね、登録者増えた人数、24時間で増えた人数かける100円、エイタさんには課金していただきます。はい、おめでとう。めっちゃ登録者増えますよ、エイトさん。5000人来い、5000人。5000人来て50万すからね。応援してます。本当に怖いな、これ。ということで、皆さんぜひとも24時間以内に、動画概要欄のね、一番上に貼ってある、さよならのチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。グリッチじゃないですか、それ。
絶対グリッチやな。おい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとヘッショ食らわなくなりますよ。あ、あね、頭がない、ヘッショ食らわない裏技。さあ行くぞ、奇跡を起こす、奇跡を起こす、いけるいける、やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。